どうも高野です、えー、今日ですねまあ、支える力がある体なのかどうかを見極めるまあ、簡単な見方なのかなというところで、えー、ちょっとお話ししたいなと思いますまあ、支える力って言っててまあ、立ってるんだから支えてるじゃんという方もいる,いるのかなと思いますけれどもまあ、支えてない人もいるんですよ筋力で支えてない場合もあるんですよで、まあ一応人間は直立二側方向なので、えー、直立しなきゃいけないです で直立しているということはまっすぐ重力に対して抗っている状態になるのがベストです。え結局うこうなってると直立ではないということなんですね。あの回、ー、まっているので、えー、まあ、当然こう出っ張っているところには負担が来るよということになります。潰されて前にあの前後方向にこうつされて出っ張るわけなんでそこに負担がかかりますよということになります。この状態でここだったりとかここだったりとか。 ここだったりとかしますねなのでまっ、あ、すぐじゃないといけないんじゃないかなと思います普段の生活の中で、えー、いろんな人の動きを見ていて僕はちょっとその辺を支える能力ないなーなんて思っちゃう仕草があるのでその辺に対してちょっとお話をしていこうというところです、えー、例えば座ってる時ですね、まあ、こういう感じ横から見ると分かりやすいんですが、まあ、座った時にですね トンと座ってもうこういうい手で支えてなきゃできないずっとこういう感じもう手で支えてますこれはですねえ結構いるんですよあのまだまっすぐこう座っててほしいです多少ずれてもねだけどうこうやってないと厳しいっていう人いるんですよこれもう体で支える気がないわけですねないっていうかあるんだけど どっちかと,いうとこっちで支えてる腕でなんとかしようっていう癖がついちゃうんですね。で、腕でなんとかしちゃうから、この辺はパワー出さなくて、落ちちゃってるわけですね。はい。で、僕はあの、昔よく見たんですけど、電車に乗ってる時ですね。で、高校生とか。ドガーッとこう座って、こうやってスマホ触ってる。携帯見てる。もうこう刺さる気ないわけですよね。で、こういうところ。がやっぱり、 座っている時はまっすぐ座ってた方が一番構造的には負担かかんないんですけどこの時点で支えてないまあこれは楽なのかもしれないでも首は結構きついですよね、えー、楽なのかもしれないけど体はサボるのでこれが日常的になっちゃうとまあ支える能力は減り,減ります落ちるということになりますねこれはもう使わない能力は落ちていくんで、えー、これはもう当たり前の話です でですねまあ、さっき電車の話もありましたけど電車に乗ってるときに、まあ、どっかに寄りかかってですねこう寄りかかってこういうふうにやってる人が、ね、スマホを触ってる、まあ、まあスマホを触ってるのは全て悪いわけじゃないんですが、えー、こうやってもう寄りかかって支えてない自分の足でこう立ってつ、えー、り革でも何でもいいんですけどこう立ってられるかどうかってすごく大事なところなんですけどあのー、なんだろうねもう支えるのがめんどくさいので ここうやっっててて寄りかかか何とかしてるわけですこれはもう支えるる気ががななかかっったたりり能力がなかったりするもう何年も前ですけど電車に乗ってきた高校生とかがもう地べたに座って床にこう座っちゃってるっていうのも結構ありましたよね。これはもう支える筋肉が落ちてるんだなっていう証拠じゃないかなと面倒くさいんですよ立ってるのが。疲れるしっていう話です。まあ、疲れちゃうってことは能力がないってことだと思います。 だから、日頃の動作でどうしてるかなっていう感じ、まあ、見てあげると、ご家族の、例えばお子さんとかあ、親とか、よく見てあげるといいのかなと思います。ああ、ちょっと落ちてるんだな、だから肩こりになるんだな、とああ、落ちてるな、じゃあ膝痛くなるんだなとか、そういうのがだいたい見て取れるんじゃないかと思います。僕はどっちかと、その仕事なので、そんなのばっかり見えちゃってるわけですね。はい 結構怖いです。あ、なんかこの人いっぱい歩くことになったら膝痛くなるんだろうな。とかそういうふうに思っちゃって見てますね。なので、えま、ー、リスクがあるのであれば、ケアした方が痛くなる前にケアした方が絶対いいんです。僕はま治療院ですけど、あのー、どちらかというと予防に力を入れていきたいなと思ってますけど、結局ですね。あの痛くなったらもう遅いんですよ。痛くなる前に動き出した方が一番いいです。 いいわけですね、痛くなったらできるだけ早期に痛くないようにしなきゃいけないし痛くならないようにアプローチしていかないとまた痛くなるわけだからあそれはマイナスなんですプラスの状態でキープして調子が悪い悪い,い悪いけど痛みが出ないレベルで推移していくっていう方向に持っていかないともったいないので日常生活からそういう意識を持ってあげるといいのかなと思います。 やり方に関してはぜひ聞いていただければなご相談いただければなと思いますし、ねえー、まあ本当例えばよくお子さんとかに相談さお子さんのことについて相談されるんですけど走り方が変なんですよねとか歩き方が変なんですよねっていうのはまあそう思った時点でじゃ何とかしなきゃいけないんだけどでもそもそも何年もかけてそういう変な動き方だったら。 やっぱり長く続けていかなきゃたら治るわけないじゃあかこういう治療法でパーンと治るっていうのを意識してる人が結構いますけどそんなわけないので、えー、脳が動か,動かしてるプログラムを書き換えなきゃいけないので、えー、正しい方,向方法を教えてそれを何回も何回も続けるってことが大事なので、えー、そういう考え方でいてくれたらいいなとで日常生活でちゃんと注意して見ていってあげるってことが大事だと思います、まあ、本当に、あのー 結構癖が出るのでで当然ですよね日常生活でこういう癖があるのでそういう流れになっていくというふうになるので日常生活から見てあげるってこといいうが大事になります、はい、という話でしたちょっと難しいようだけど注意深く見ればなんか変だなと思うわけですねなんか変だなの答えがわからなかったら専門家に聞けばいいと思います、えー、でもなんか変だなって思えるかどうかがすごく大事になります 変を変と捉えないのは変です。そこが大事になってくるので、えー、よく考えて見てあげると、見て考えてあげるといいのかなと思います。はい、以上でした。というわけで、えー、今日はここまでになります、えー。質問などありましたらコメント欄に残していただければと思います。LINE 公式やあ Instagram DM でもいいと思います。ぜひぜひ送ってください。それではまた。